事故があったのは、伊達市南宇町の国道37号線です。21日午後7時10分ごろ、伊達市中心部方向へ向かう軽乗用車と乗用車が正面衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた50代とみられる男性が意識不明の重体、乗用車の50代の女性も軽いけがをしました。現場は片側1車線の見通しの良い直線道路で、 警察によりますと軽乗用車が事故の前から対向車線を走行していてそのまま衝突したとみられています警察は当時の状況や事故の原因を詳しく調べています